えと私の登壇はアスリート、まあ、スポーツをやってたんですけど、スポーツ選手からエンジニアへの道ということで、えー、キャリアの転機をお話しさせていただきたいと思います。えー、自己紹介ですけれども、えーと、名前は豊崎隆と申しまして、クラスメソッド株式会社の人事グループで、えー、人材育成室というところに所属をしております。えー、と2017年にクラスメソッドに入っても7年、8年目ぐらいです。 でえー、キャリアとしては、先ほどアスリートとあったんですが、大学2年からです、ねえー、とおよそ10年間ぐらい、2000年から2009年までスポーツ選手してまして、えー、2009年から17年の間で、えーとまあ、転職をしてとか、まあ、就職をしてインフラエンジニアをしますと。でその後、えー、2017年ににに、えー、クラスメソッドに入社して、えー、現在に えまでクラスメソッドにいますと。で、現職は AWS ソリューションアーキテクトって一応、あの、この回の立て付け的に書いたんですけど、えっ、ー、と、今はそこから、えっと、人事部門の方に移って人材育成というのをしているというところでございます。今日は、えっと、2000年から2017年のところについてお話をさせていただこうと思っております。はい。で、え、まあ早速、天気についてというところなんですけれども、 えとまずはです、ねえーとまあ、天気が一瞬のタイミングではなかったかなと思っていまして、えーと、数年をかけて天気が起こったっていう状況だったかなと思います。で、アスリートからエンジニアに、まあ、ひ,よひよっこエンジニアみたいなになって、えーと、ちゃんとエンジニアですって言えるようになるまでは数年かかっていると思っていて、えーまあ、フェーズ1が、えー、30歳を機にスポーツ選手の、まあ、引退をしまして、 インフラエンジニアに転職をしたと。で、フェーズ2はインフラエンジニアになった後に、えーまあ、何か特化型の武器を身につけるということで、AWS に特化したエンジニアになり、クラスメソッドへ転職しているというこのフェーズが、まあ、2個あるんですが、ちょっと混在しながらしゃべりますけれども、はい、フェーズが2個ありましたと。で、えっ、ー、と、1つ目はですね、えーあ、まあ、まずフェーズ1のところというか、スポーツをやってた時代はですね、スポーツ選手、 なので,、えー、とあで、そのスポーツの内容が比較的こう、ま、マリンスポーツで自然に、えー、寄り添う、ですねあの風が吹いて、えー、す推進力を得るウィンドサーフィンのレース部門の選手をしてまして、なので、えー、と風が吹かないとそもそも海、会上で練習ができないと。なので、毎日朝起きたら夜寝る前、天気図とにらめっこをして、明日は練習ができるな、できないな、今週末は。 えー、風が吹かないので練習できないから、フィジカルのトレーニングをしようとか、多分そういうですね、えー、と毎日送っていました。なので、時間に都合がつきやすい仕事をするかたわら、スポーツ選手として、えー、生きていましたと、生、ま、計、あ、を立てていましたと。で、マイナースポーツだったので、それだけではこうやっぱり食っていけないので、国内で食べていけるスポーツって、多分野球野球、サッカー、ゴルフとか、人口のかなり多くて。 お金が集まりやすいものだけなので、マイナススポーツはほとんどの選手がトップ選手以外は食べていけないっていう状況があるという認識ですと、なので仕事傍らスポーツ選手をやっていたと。で転職後はですねインフラエンジニアでオンプレのエンジニアから AWS のソリューションアーキテクトをしていましたと。で昨年は 昨年、人事エンジニア組織の人材育成室の部門長になったっていうような経歴になってますと。で、えー、と私においての天気のインパクトっていうのは、もう全然別分野の、えー、ところに転職をするので、スポーツ選手、特に自然、ネイチャー系のスポーツだと、えー、と自分の、えー、したいときに練習ができない。 っていうようよな状況があるスポーツで、えっと、エンジニアは覚えることが初めての分野なので、すごくいっぱい無限にあって、毎日学んで、毎日検証してっていうの,の繰り返しではある一方を、を自然に左右されないので、いつでも勉強できるし、 えと好きなタイミングで検証ができるし、自己検査のタイミングがいつでもできるっていう、えーとまあ、ギャップ、差があるなと思いました。そういう面ではイージーで、覚えなきゃいけないことがいっぱいあるのはハードだったっていう感じです。で常に技術的には、まあ、あの固有の要件がない場合っていう前提を置いて、正解に近しいものがある。 という状況も私にとっては、えーと、ちょっとイージーとは言い難いんですが、えーと、学べば学んだだけ力になる、武器になるっていうのは、えーとうん、感覚的にちょっと面白いなという表現が合うのか分からないんですが、えー、とこういう世界もあるのかとあの、毎回同じ状況が生まれないで、その時々に合わせて勝ち続けなきゃいけないみたいなのとは全くちょっと違うと思いました。 でえー、と先ほど横内の方でお話しいただいたですね天気とシュロスバーグの 4S モデルの関連性をちょっと照らし合わせながら整理していきたいと思うんですが、えー、とまずは、えー、天気の種類と4つの S3 つの支援システムという話があったと思うんですが、えー、種,類から種類からお話ししますで私に起こったのはイベントとノンイベントの両方だったと思っています。 スポーツ選手なので、いずれは引退するっていう頭はあったものの、えー、とこんなに早いタイミングで起こるとは、そもそも思ってなかったですし、えー、とスポーツ業界から離れるとも、えーとまあ、メインでその、現役バリバリでやってるときはあんまり思ってませんでしたと。と、あと、えー、と私はあのスポーツ選手で世界大会とかも出ていて、その中で優勝するトップに立つっていうのを目標にスポーツをしていたので、それが叶わなかった。 えと最終的には1位っていうのを取って、1回も取ってないので、えっと、世界大会での1位は取ってないので、それはノンイベントとして起こらないイベントだったっていうのを、これまとめて振り返ってて、すごい辛い気持ちになったんですけど、まあまあ、起こんなかったイベントなのかなって、はい、思いましたと。で、えっと、天気、間違えた、4S モデルの 4S、4つの S について整理をしますと。で、シチュエーションセルフサポートストラテジーズ。で まずは状況のシチュエーションからいくんですけど、えー、とその天気の原因としては、大会で結果が出なかったっていうのが、端的に言えるところですと。すべての大会で1位優勝、2位、3位みたいなところに絡んでたら、スポーツ選手続けてたと思うんで、まあ、ここが大きいところでしょうと。あと、その状況で年齢的にあのやっぱ体力のものを言うスポーツなので、年齢の節目、限界みたいなものも。 えと当時はあったと思いました。今だとちょっとまだやれることあったかなと思うんですけど、で選手として、えー、との将来なのか、えーとまあ、自分の人生として選手を続けた方がいいのかいけないのかみたいなのを考える、えー、考え始めたタイミングでもあったと。で、えー、と予期していた部分としては、まあ、いつかは引退が必要とは思ってたけど、まあ、さっきも言ったようにタイミングが早かったなというところでした。でえー、経験 私の積んでた経験、あえー、とこの天気においては、ここまで大きな判断する、それこそ10年かけたものをやめるかやめないかという判断だったので、えー、とその点においては、ものすごく悩みましたと。なので、初めての経験だったんですよね、ここまでの判断は。はい。あの、進学とか、そういうものも、まあ、大学2年からスポーツやってるそれまではあったものの、まあなんか、 10年かけたものに比べると大したことなかったかなと思ってますと。で、えー、と認知、異業種への転身タイミングとしては、えー、と私は相当遅れてるし、未経験で30手前だと、まあ、そもそも拾ってくれるとこあるのかなとか、えー、とかなり遅れちゃってるなみたいな感覚でしたと。はい。で、えー、と事故、仕事環としては、えー、と当時、あの、 海の人ってなんかそういう感覚もあるのか僕だけなのかわかんないんですけどあの、健やかに生きていけるなら、まあ、仕事は仕事ってあのいわゆるスーツを着てこうなんだろう、ビジネスマンとして働くような仕事はなくてもいいかなとか、甘い考えを <laughs> してた部分もあるんですけど、えーとまあ、それはそれで仕事をする能力があって、 でえー、選んでやらないっていうような状況であるべきだとも思っていて、えーと、できなくてやらないみたいなのはちょっと避けたいなと思ってたと。であと,、えーとまあ、一般的な社会人に比べて、そのいわゆる先ほどのような感覚の仕事をしてきたっていう期間は、とても、まあ、並行して仕事はしてたんですがあの、やっぱり自分が責任を持って何かをずっとリードし続けるような仕事ではなく、えー、と自由の比較的利く雇用形態だったりもしたので、えー、とそういう意味では、 えー、仕事をしっかりしてきたとは本人の中では思ってなくて、期間が短くてビハインドしている状況だと思ってましたとで、できないをできるに変えるみたいな経験は、これまでのスポーツの経験の中で、えーと、ほとんどのものがそうだったので、やりきるっていう自信みたいなものは一定量あったというのが、当時の私の、えー、と仕事感だったかなと思います。 であと、サポートの部分は、えー、とやっぱり仲間とか家族とか、えー、と同僚とか、えー、と人に、えー、と気持ちの面で支えられていたなというのは大きく感じました。はい、であと、戦略は、えーと、戦略というか、えー、ともうやるしかなかったんですけど、10年分のビハインドを巻き返すための圧倒的なインプットが必要だと。でそれは学ぶ 座学で学ぶだけではなくて、体に脳に身につけさせなければいけないので、手を動かした検証だったり、それを踏まえた実践経験だったり、えー、が必要だと思っていました。で、特定の強みを作り出すための、えー、と何かこう、熱中できる技術のようなものも必要だと思っていて、えー、とやるべきやらなきゃで、えーと、自分の人生をかけれるような強いこうモチベーションを持てるかが不明でしたし、 えっと、より深くこうディープにダイブしていくようなときは楽しいとか、これをこうやってて、他のことを忘れちゃうみたいな熱が必要だと思ったので、そういうものが、えー、と手に入れられたらいいなと思っていましたと。であとは、もう全部できないので、できるっていう状況になるまで、あのー、もう繰り返しやり続けるしかないかなというのが、戦略というか、もう退路を断 <laughs> たれた状態。 だと思っていたので、えーとまあ、それが戦略といえば戦略でしたと。はい、で、えーと、整理してみると,、えー、と、弱みの部分は圧倒的未経験者で、えー、と実践経験もなく、業界知識もないという状況。で強みは、えーと、やり遂げること、やりきることを、えー、してきた、そのアプローチを知っているとか、実践してきた経験があるというところ。 が強みであり、まあ心の支えの部分でもありましたと。で、状況は、えっ、ー、と、業界未経験という弱いステータスがあり。前提として、実践経験をまず、えっ、ー、と、得る環境に身を置くことが必要であろうと思ったし。えー、経験を積む中で、何か自分に強い武器を、ビハインドを、こう巻き返せるような武器を手に入れることも必要だなと思いましたと。はい。で、えっ、ー、と。 一番初めに言ったフェーズ1、フェーズ2みたいな話をちょっと,うんとまとめると、ですね、準備として資格試験からの知識のインプットから始めようと。で、えっと、それだけだとあんまり価値がないなと思ったので、えっと、実際に手を動かす検証端末などを用意して検証しまくるというのが必要かなと思っていました。であと、 実践経験、業務経験を積む機会も、えー、とここで得たと、得ようとして得たというところでした。で、えー、と1社目に就職した後は、武器をですね、えー、作るところにフォーカスしたいと思ってですね、えー、私の場合は AWS。で、当然、ここについても武器を強めなきゃいけないので、AWS を触りまくる、学びまくるというところと、AWS を使った案件。 実践の業務経験を積むっていうのがまあ必要になるというふうに思っていたし、実際にそれができたのはラッキーだったなと思っています。はい。で、3つの支援システムに行くんですけど、えっ、ー、と、心的物、物資的、公的で、先ほどちょっと横内の方でもあった金銭的なのは物資の方に行くとすると、あの少しバランス変わるかもしれないんですけど、 えと心理的はスポーツの仲間、人からのです、ね、応援だったり、えー、しますと、であと金銭でになるのかなと思うんですけど、私当時、独り身だったので、比較的失敗しても、自分にしか影響ないし、死なないだろうみたいなところからですね、あのー、ある一定量の気軽さみたいなものはありました。で、物的支援においては、最悪こう失敗しても、仲間に何か消化してもらえないかなみたいな、軽い気持ちもあって。 しそう言ってもらえていたりもしたので、実際にはちょっと分かりませんが、えーと、そういうのが物的支援なのかなと思って整理をしました。公的なものは特になかった認識です。はい。あ、なかった認識ありませんでした。はい。で、天気を振り返ってみるとどうだったかっていうのをちょっとずらずらっと書くんですけど、えっ、ー、と、かなり違う、分野の違う経験もですね、えっ、ー、と、まあ、 多業種、多分野においても、転用できて役立つっていうことをまあ理解しましたと。が1つのポイントだったかなと。で、えー、自分と自分の置かれている状況を整理することで、どんなアプローチが必要か、やんなきゃいけないか、できるかということを検討することができたのは良、えー、かったなと思っています。で さっきフェーズ1とかフェーズ2って書いたんですけど、今は人事の方に移って、フェーズ3は多分来てるんだと思うんですけど、とか今後、人生の中でフェーズ4、5とかって来ても、あの分解して整理してできることを、えー、アプローチ考えていけば、えー、と何かしらの対応は今後もできるなと思っているような状況です。はい であとはゴールに向けて戦略を練るっていうことで、選択と集中、特に私は10年ビハインドしているという認識があったし、そういう事実があったので、社、え、会、ー、人でいうと8年とかなのかな、まあ、大学2年からスタートしてるんで、多少誤差はあれど、10年ぐらいビハインドしている中で、捨てるものを捨てて、選ぶものを選んで戦う必要があったので、えー、あったと当時は認識していたし、まあ、それは言ってるよ正解だったとも思うので。 えー、集中することができたんだろうと、まあ、当時もあのどうやって進んでいこうかっていうのはある程度考えていたので、多分できたというところを振り返って書いています。であと、戦略が決まってしまえば、決めたことに集中することができるし、えーとまあ、できたなと思っていますと、で今後、フェーズ3、4、5についても整理すれば、まあ、やること決まってくるし、新聞にあんまり考え込まずに。 ードに移せるなとととは思ったというところです、す、はい、あと、これはあの天気というよりかは体感なんですけど、ある一定以上の武器を得てからは、えー、と市場においてこう自分の価値がこうある一定量担保されているというのが認識的、エンジニアなんでちょっと頑張り続けないと。 価値は落ちるんですけれども、えーと、いろんな選択肢が増えたなとか、選べるもの、自由度が高まるなという感覚があったので、えー、とやっぱり武器とか、一点、誰かよりも強いみたいな強みは必要なんだなというふうに思いました。はい、で、ここで、えー、と私のです、ね、天気についての話は一旦以上となります、はい、皆さんごご聴いいたただきままししてありがとうございました以上です。